驚きました。カルディ。いいよ。あ、タラの芽も入ってんのか。開けていこう。オープン。タラの芽。タラの芽。はじめまして、餃子ニンニク。あ、すごい。初めて見た生の餃子ニンニク。そしてめちゃくちゃうまそうなんですけど、ゴリ特製醤油漬け。あんまり葉っぱの開いてないやつを醤油漬けにしてるのね。結構太いの入ってるんだよね。太くない？開いちゃったやつは天ぷらとかおひたしでって言うんですね。いや、今ちょっとこれ味見したいけどこれから歯医者なので帰ってきてから食べようと思う。こっち天ぷらよ、こっち天ぷらよ、こっちはおひたしよ、茹でるよ。大きいのちゃんと引いてあげてください。この辺平気そうだね。もう寝る準備万端、もう寝る準備万端です。寝る準備万端、無事万端、はい。さあ、そういうことでね、行ってみようよ。まず天ぷら、もう寝る準備万端だから、ノーメイクだからね。すいません。
うん、まーです。で、いただきます。本日は北海道と沖縄のコンビネーション。いや、うまいな天ぷら。お塩、文字をちょっとつけて。ちょっと猫が餃子にんにく天ぷら神かな、うますぎる。続きまして、餃子にんにくの醤油漬け、ゴリが作ってくれたね、醤油漬けね、醤油漬けをラム肉にちょっと巻いて食べてみようかと、巻いてとか一緒に食べてみようと思います。餃子にんにくの醤油漬けとラム肉、神ですね、神ですね。うん、でこのままも行きたいよね。うまっ。餃子にんにくはね、すごい元気つくんだって。最高じゃない。誰、おばさん、最高じゃない。うん、うんなの、うん、最高です。続きまして、餃子にんにくのおひたしの醤油と卵黄、醤油と卵黄だからなんかもう卵かけご飯の味だよね。餃子にんにくの卵かけおひたし、名付けた、私が今名付けた。いただきます。あ、すごっ、急に上品じゃん。まあどっち全部好きだな私。ということはもう結局あのね、あの餃子にんにくが神ということだよね。そしてもう一個ね、ゴリが入れてくれてました、タラの芽、大きいです。これもちょっと天ぷらにさせてもらったのな。天ぷらとあとあのおひたしもね、おひたしも作りましたけど、おひたしはちょっともう茹でてあるけど明日でいいかなって。いただきます。うん、最高だな。でもこっちの味もすごいしっかりしてる。うん、おいしい、非常に。文字をでいきますよ。うん、全部うめえ、全部うめえのだが、どうしたらいいですか、全部うめえ。
この芯の部分、芯、茎の根元ね、ホクホク、根元、うん、みずみずしいし、うん、最高。なんか日本酒飲みたいな。日本酒持ってくる。ただいま、日本酒持ってきました。日本酒持ってきました。あ、ちなみにこれオリジナル西瓜お手製手作りコップ、うん、日本酒持ってきたんだけど、天ぷらは日本酒だわ。これはおひたしもビール日本酒どっちでも いけるけど、ラムはビールかな。ラムと食べるならビールだな。うん、醤油漬けもめちゃくちゃ美味しいし、全部美味しいんだよな本当に。ちょっとねハマりそうですねこれ私。なので、醤油漬けは日持ちするのよね。なんゴリの話によると半年ぐらい持つとのことなので、マジでちょっとゆっくり食べていこうと思う。醤油漬けはもったいない。あとは醤油漬けに、なってるそのタレ、醤油漬けてあるその汁がねすごい万能だと思うから、本当にあれはもういろんなものに、いろんな料理に活用していきたいと思います。ありがとうございます。うん、ジャパン日番コンビネーション行こうよ。この餃子ニンニクの天ぷら、うん、ここにジャパン、ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかった。おい、ありがとう。あ、ピピからもありがとう。うん、めちゃくちゃ人生初餃子ニンニク、めちゃくちゃうまかった。こっからまた堪能しましょう。ということで、人生初餃子ニンニクでした。アディダス。